ちょっと教えてくれないか、あいつどこ行ったか。あいつどこ行ったんだろうな。やばいわ、行方不明になったわ。山だけどね、どこの山だったっけな。他に何かないかな。あの子と友達になれたのはさすが勇者様ですね。俺にこれを勇者様にプレゼントします。ぜひ使ってください。ノーバーアーマー。すごいの手に入ったな。あの子のこと困った方ならばいつも相談してくださいね。あ、邪魔してるんですよ、あいつ。ちょっと、起こしてどかしてくれないですか。一応、全防止すっごすぎだろ、これ。カエルかな。カエルなのかな。カエルだな。カエルってかヒーラーだね。出た、999。銀のイヤリング外してたら、814か。まあ、で外して良さそうだな。クリティカルリチャップ、魔法ボード。あ、MP 消費4分の1。なるほどね。この人なんだっけ。ああ、かけらか。あ、そういえばこっちあれだよな、幽霊いるところだよな。この幽霊まだ倒してないっていうか、あれしてないっすけどね。黒い目がはっきり見えちゃう。あれ今言ったら変わってんのかな、一旦の背景。あ、待って、いなくなってる。こいつは幽霊じゃない。あー、これはあれだな、食らわないか魔法じゃダメじゃないとダメか。あ、魔法じゃないとダメ系だ。結構強いな。怨念なんかやべえの放ってきたんだけど。ああ、なんだ、最後に怨念放つのか。やべえな。まあでもそこまで強いっちゃ強いけど、激強って感じじゃない。ミストやって、サンダガやって、 MP なんちゃらかんちゃら。80取られたんだけど MP。 ハイエーテル、スーパーエーテル。あ、でもいけないな、こう。せっかくここまで来たのに。ちょっと待って、いや、やばいですな。結局なんもないしな。時代ってこと？どうなんだろう。あ、じゃあこれ出るやつだ。大道具が盗まれちゃった。仕事なんで汚れちゃう。お、俺は虹、つい虹の虹の貝殻の手がかり見つけたぜ。しかしこのところやばい感じがするんだ。そうそう、こいつはあんたに預けとくぜ。トマの酒いらねえな。トマの酒、もし俺が死んだら俺の中にこの酒かけてくるよ。演技でもねえや。いや、お前自分で言ったんだろ。魔法の側に囲い込んだらし、だからもじゃないって噂だけど。いや、あれか、ここ来るの初めて、もしかして。別時代、
俺が来たの。大工あれか。めっちゃ酒飲んでたやつか。お、魔王、あれだな。どの道これ、伸びるな。いいね。けー。てか、飛ばないやつ、結局、教えてくれなかったな。何のこと言ってたのか。これはなんだ。あ、なんもないのか。これはまだ行ったことない。マガン窟、マガン窟行ったことあるな。これ来たことある。なんかあるんですけど、地底砂漠って何？なんだこれ。なんかあるんだ。ラピスを手に入れた。なんか出た。それサンダが、サンダがオタがダークミスト。これで大抵のザコは死ぬ。あー、水弱いね。あー、やっぱダークミスト強えな。結構足場取られますね。いるな、そして割と。硬いな。ダークミストでこれでまあいけるかな。いけるね。やばい。うまく体を制御できない。出るね。出ますな。でもダークミスト一発でしょ。マジ強えな、ダークミスト。ありがとう。ヌー戦では役に立たなかったけど、今はだいぶ役に立っている。あっ、エリクさん。出すぎだろマジ。あ、こっちにも。エターナルスーツ。じゃあ、あれか。これか。あー、またいっぱい出るんだろうな。なんだ？あ、なんかすんごいやつがいる。回復したいです。回復求む。メルフック、あいつが砂漠化の原因か。しかし地中を動き回るやつが、あいつはこいつは面倒だぜ。確証。あいつがボスってことで OK。 5000か、しょぼいな。ハイエーテル、めちゃくちゃあるな。だからここ忘れずの帽子、ピターのベッド、同じのばっか出てくるね。忘れずは あれか。スーパーアイテム、スーパーアイテムはいい。マッスルリング、体力6。あ、いた。オッケー。あ、こいつか。懐かしいね。足で戦った以来だね。フライダークミスト、シャイニングもお見舞いしてやら。ヒールしとこう。帰るわ。うわー、そういうパッティーンのやつだ。
うわー、だるすぎ。マジか。だるいな、こいつ。ダークモンもじゃダメか。暗黒攻撃だから。サンダガは。ダメか。これ物理だな、多分こいつ。多分物理だろ。違うな。なんだこれ。え、どういうこと？私を傷つけられるのは私だけだっていうこと。いや、物理だな。あ、オッケー。コアを失って暴走。ということは今ってこと？違うな。物理だな。やばい。物理相手にはちょっと魔王が。魔王がやばいよ。ジャンプ切りしてミスったな。王じゃない。え、ミスってんな。どういうこと。俺今何と戦わされてんの。頭か。なんだこいつ。普通に戦う以外食らわないってこと。そんなわけないな。ちょっと待って、どういうことや。あ、なんか知らんけど人の間魔王が死んでる。8、わけがわからん。ちょっと待ってくれ。5、攻撃されると防御力アップ。攻撃しなきゃいいってこと。いや、攻撃しなきゃいいってなんだよ。攻撃しなきゃいい。ああ、なるほど。とはならんわ。あ、なんか死んだわ。どうしようかなー、これ。ああ、だる。ちょっと回復させるの早かったな。狙ってんだろお前絶対。100狙ってるだろ。アテナ水で回復させるの。やばいかな。やばいな。あー間違ったな。プロのじゃないな。でこいつあれだろ、どうせ回復させたらまたあれやるんだろ。罪やん。積んだ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 。あ、死ぬの待つか。ワンチャン狙いながら。はい、多分あいつはね、なんかあるんだと思う。さすがに。まあいろいろ試したんですけど、まあ結果的に、まあほぼほぼダメージ与えられないと。砂のようでなんちゃらかんちゃらダメージ当たんないよみたいとか、まあ、コアを壊さずにやったらそうなって、結局与えられないとか、あったんで、まあなんかあると思うん
でも一旦保留です、あいつは。まあでもこういうね、わけがわからないようなモンスターの弱点探すっていうのまた、醍醐味の一つなんでね。あいつはまずじっくり やりたいと思うんです。情報は特にないのか。兵士として魔王軍との戦いに出ていた夫のマルコが帰ってきてくれました。これからずっと一緒だよ。めっちゃ感動的なシーンじゃん。いやそっからちょっと言うだけかい。あ、水に弱いで、しかし僕の力を刺すことは。あ、待って、その情報めっちゃでかくない？この苗木を植えればこの砂漠を緑の大地も使うことができるんですか。あ、勝ったかもしれんわ。我勝ちかもしれん。一旦ちょっと宿に行こう。じゃあちょっと勝利を手にしていきましょうかね。おい、お前の弱点聞いてきたぞ。水か。そういえばなんだかんだ水やってなかったな。じゃあアイテム取りつつ、あいつが出てくんの待つか。こっちじゃない。出くわさないね、なかなかね。どこだい。あー無理か。こっちか。よっしゃ、取った。じゃあ速攻をオタがして、こっちもアイスガンにしましょうか。いやダメか、水じゃないとダメか。ゼロじゃん。あ、セーブで水が溜まってボルクダウン。なるほどね。あはん、なるほど、勝った。なんだかじゃなくて乱れ切り、いや普通に戦うで、まずコア壊すか。コア壊して、コアを失って暴走した。ちょっと万能薬で魔王を直すか。でその間にウォッターがして、あ、いやちょっとクローの体力やばいね。でも水分で固まるでしょ。ちゃったかな、クローのギリギリ。乱れ切りをやりましょう。魔王は多分もう、あ、魔王のアイスがでいくか。多分アイスがでもいけるでしょ。水分含んでるし。いけるね。で、こっちはまあジャンプ切りとかで、やっちゃいましょうか。攻撃力自体はね、そんなないんで、ヒール、ちょくちょくヒール打って、で魔王はひたすらアイスが打つと。ヒールします、座れます、アイスが打ちます、固まる、で乱れ切りする、キラールが自分に打つ、めっちゃ食らう。そろそろじゃないかな。さすがにまだか。これが強いんか。とどまねえな。アイスが打つ、乱れ切りする、ジャンプ切り、いや普通にちょっと戦うんでしょう。カエルはね、回復役も兼ねてるんで。オッケー、壊れた。はい、で640で、アイスが出たよな。
よな。え、違うわ、アイスが打ってねえわ。好きなアイスが打つか。一旦ヒール入れとこう、念のためね。で、これは勝ったな。そういうことだったか、固まらせるね、水で。その発想なかったな。あ、これでもこれはあれか、ゼロだったな。したことあるけど、普通に切れるか。あれがないな、エーテル。エーテルじゃない、魔力。黒の魔力が切れてしまっている。そろそろじゃないかな。 OK、 いった。よーし、これでも安心だ。フィオナに知らせてやろうぜ。ありがとうフィオナ、お前の助言のおかげで俺は奴を倒すことができたよ。よいしょ、じゃあ帰りましょう。あ、なんか落ちてる。パワーカプセル、やってきたぞ。モンスターを退治してくれてありがとう。私ももう一度頑張ってみるわ。でも砂漠を再び森に住むには気の遠くなるような時間が必要なの。ああ、何百年でも働き続けることができるような人がいればこの砂漠を森に戻せるように。ロボットですね。よし、そして戦いに出て、え？あ、そういうことか。びっくりした。バグってんのかと思った。オッケー。で、ここの緑地化計画はもうこれで進むと。そうだな。一旦時を行ってみる。あ、現代ちょっと行ってみようか。トライフォーサー行ったよな。あ、ちょ、一回お家帰りましょうか。何も知らないけどね、母親は。さて、今うちはそんな大きなペットは飼えませんよ。カエルのことか。奥方、私はペットではありません。姿はこれでも歴史とした武人です。あら、ごめんね、財布。無人さん、私したらてっきり本当にごめんなさいね、無人さん。いや、私の名前は、はい、無人で聞くようです。母は強し、まさにそれを体現した無人ですね。彼は今日から無人です。ここじゃないな、下か。ここだね。あ、いや、待ってよ。ここにあれか、騎士はいるわけか。そうだな。ということはなんだ、もうちょっと遡って何か見つけろって話。あ。あ、トマか、これ。あ、あいつか、これ。お前、すげえやつだったんだな。よくの写真振りだな。ついに虹色の貝殻を見つけたぜ。この岬から北西の海上に、巨人の爪と呼ばれる島がある。虹色の貝殻はそこにある。はあ、なるほどね。しかし気をつけな。あそこには化け物がワンスカートいるぜ。じゃあ、そろそろお別れだ。ああ、天に召されていく。やっぱりお前と飲む酒は最高だって。あばよ、一回も飲んだことないけど。なるほどね。俺全然名前覚えられんからさ。そういえば、トマだったな、あいつ。
全く脳内でくっつかなかった。あ、そう、ボッシュどうなってんだ。空に浮かぶ黒い夢、魔族が作ったものでなく、ましては人間が作ったものではない。あれは一体。ただならぬ気配を感じ取っているようですね。はい、ということで今回はここまでにしたいと思います。次回ね、この巨人に詰めに行って虹色の、虹色の貝殻をゲットしたいと思います。まあ結構ね、こう時間軸がこうなんだろうね、絡み合って難解な部分もありますが、まあそこもまたこのゲームの楽しいところの一つということで、次回もね引き続きまあいろいろと探索なり集めるもの集めるなりしていきたいと思います。はい、それでは最後までご視聴ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。では、バイバイ。